難敵世界が、おいおいおい、ダメだ、ナボなんだ、そうベルト泥棒だ、おめえふざけんなよ、おら、あ、やり方が意地汚ねえんだよ、おら、あ、意地汚ねえ立ち方しやがってよ、汚くないでしょ、そんな意地汚ねえのはよ、ここにいる神戸の人間と一緒よ、おら、なんという暴言だ、お前よ、IWGP のよタイトルマッチ舐めとんか、おら、あ、お前がね、意地汚ねえことしやがってよ、おら、あ、ここにいる連中も、そしておめえもバカだからよ、俺が分かりやすく言ってやるよ、おら、おい、次俺に挑戦させろや、おら、ダメだろ、これ通るのか、いやいやいや、どうなんだよ、おい、おい、断るんだったらお前ベルトぶっ壊すぞ、おら、ベルトを人質にしました、どうなんだよ、おら、いや、これは IWGP ジュニアのベルト、来るな、お前、壊すぞ、いや、ダメだ、ダメだ、今までのレスラーの思いがこもっている、そう、帰れコールを要求します、ここにいる全員を代弁してやろう、お前が一番しょうもねえんだよ、IWGP の価値を下げてんのはおめえだよ、やけんなてめえこの野郎、とはいえリザルトでは卑怯な手かもしれないけど、お前に2回負けてる、負けとるやないかお前、俺このままだとは気持ち悪いから、まあさっさと片付けてやるよ、おあやるんやな、おい、おい、いいぞ、英語女子とるやないか、お前の挑戦受けてやるよ、まあ初めて英語女子とるやないか、おい、過去の2回通りよ、またボコボコにしてやる、おい、今日のところはベルト返してやる、おい、よく挑戦受けたな、そう、ベルトが変換されます、手にないと挑戦できないからな、あ、前回みたいになっちゃうぞ、ほらほらほら、いいんだな、次は俺だ、いや、ちょっと待ってください、これただ額面通り受け取っていいのか、おー、返す、いやー、やっぱりだ、おっ、おっ、俺の挑戦受けてくれるってか、おい、いい目してんね、いい目してんね、おら、ああ、ええ根性しとるやないか、おい、過去によ、俺にあんだけボコボコにされとってよ、あのベルト持っとるのが恥ずかしいんやろ、おい、おい、そういうことよ、今日の勝ち方もよ、意地汚ねえしよ、あ、タイトルマッチ舐めとんのか、アイドル GP のよ、おい、俺がちゃんとよ、おい、価値上げてやるわ、ほら、見とけよ、ほら